ロボット山とはどのようなところなのだ？昔の遺跡が埋まっている場所なんだって。僕たちにはよくわからない鉄くずだらけのところだよ。北東の鉄橋を登ったところにあるんだ。あの橋の上を昔は大きな鉄の箱が走ってたんだって、ポポルさんが言ってた。昔の人間は賢かったようだな。本当に賢かったら滅びかけたりはしないと思うけど。そっか、ちょっと待ってろよ。確かこっちの棚に。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいってここお店なの？はい、と言っても今はできないんだけど、普段は奥にあるロボット山から金属を掘ってきて加工して売ってるんです。ロボット山で？ええ、そうです。昔は軍事基地だったらしくて、いい素材がたくさんあるんですよ。ちょっと危ない場所なんですが、背に腹は変えられないというか。君たち二人だけでやってるの？父さんは弟が幼い頃に死にました。母さんは仕入れに出かけてます。1、2、3、7つ。お母さんもうこれだけ帰ってきてない。1週間も？最近は奥の方まで行かなきゃ素材が手に入らないらしくて。お兄ちゃん、お腹すいたってば。素材さえあれば武器の加工ができるんだよね。ええ、でも山の中は危険で僕らだけじゃ。じゃあ素材は僕が取ってくるよ。え？ちょっと僕の武器も強化してもらいたいし、それにここで働くには素材がもっと必要でしょ。それはそうですが。じゃあ決まり。どんな素材が必要？その武器でしたらチタン合金が3つ必要ですね。ロボット山の中にいる防衛ロボットたちから入手することができます。分かった。あとこれ、ロボット山の地図です。複雑なんで必要だと思います。
気をつけてくださいね。本当に危ないですから。必要なのはチタン合金を3個です。お母さんまだかな。明るいな。ここはまだ昔の機械が動いてるんだね。僕たちには何が何だかさっぱりだけどね。旧世界の廃墟か。それを機械たちが延々と守っているわけだ。珍しい素材を持ってそうだね。錆臭いところに我が来ようとは。シロはすぐブツブツ言うんだよな。動かないみたい。結構きついね。仕事ではない。二人ともちゃんと食べてるかな。兄貴が心配であるな。自分の分まで弟にやりそうだ。
素材はこのくらいで十分かな。依頼されたものを集め終わった後って一気に依頼主のところまでワープしたくならない？ワープ？そういう名前の遠くまで一気に飛べる魔法があるって聞いたんだけど。ああ、あれはやめておいた方がいい。どうして？何人もの賢者が試そうとしたが、途中にある障害物に衝突してみんな引き肉になったからな。それはやめておいた方がいいね。ああ、やめておけ。お帰りなさい。素材を取ってきたよ。ありがとうございます。すぐに武器を強化しますね。本当は有料なんですが、特別に今回は無料で結構です。はい、どうぞ。これでうちも営業することができます。ありがとうございました。お母さん！どうしたの？ああ、お騒がせしてすみません。弟が母さんを探しに行くって。もうちょっと待ってたらきっと帰ってくるから、待ってよな。皆まで言うな。もう分かっておる。こやつらの母親を探せばいいのだろう。いいです。そこまでしてもらったら申し訳なくて。そんなの気にしないでいいよ。だけど、あの母さんは。うん。いえ、何でもないです。いつも母さんは山の奥の方まで入っていっています。エレベーターを使うと思いますから、起動パスコードをお渡ししておきます。見つけてきてね。母さんはいつもエレベーターで地下に行ってました。1階よりロボットたちも強力になってるので気をつけてください。それはそうと、武器の強化ならいつでも受けたまわりますよ。
ありがとうございます。また来てくださいね。あの兄弟のお母さんはロボット山の奥まで行くって言ってたかな。なぜそこまであの兄弟に肩入れするのだ。お母さんがいない寂しさは僕たち兄弟も知っているから。閉じ込められたようだな。
Thank you.
お前は本当に信じておるのか。あやつらの母親が本当にこんなところまで来られたと。1週間以上もたった一人で素材を探し続けていると信じておるのか。本当に我が思うに母親はきっともう生きてるよ。信じなきゃ奇跡だって起きない。奇跡か。